名もなき兵の中の王は2013年のイギリスの犯罪ドラマ映画。監督はデビッド・マッケンジー。出演はジャック・コンネルとベン・メンデルソーンなど。ロンドンの刑務所で実際に囚人相手の心理療法士として働いた経験を持つジョナサン・アッセルの脚本をもとに少年院から成人刑務所に移送された19歳の不良少年が 刑務所内で再会した父親や心理療法師との対話を通じて成長していく姿を描いている。エリック・ラブがその法力性を問題視されて少年院から成人刑務所へと移送されてくる。そこで彼は幼い頃に生きかれた父親のネビルと再会する。終身刑で習慣されているネビルはここで生き残りたければ目立つな、とエリックに助言するが、エリックは耳を貸そうとしない。 エリックはカウンセーラーのオリバー・バーマーが開くグループセラピーに参加する。はじめは反抗的な態度をとるエリックであったが次第に他の囚人たちと打ち解けていく。グループセラピーのセッションの中でエリックは自らの過去を語る。母親を早くに亡くして施設に入れられた彼は施設の職員から性的虐待を受けたのだという。ネビルがグループセラピーのセッションを訪ねてくる。 エリックとネビルは心を通わせることができず、抗論を始める。その場にいた他の囚人たちが二人の間に入って喧嘩を止めるが、エリックとネビルは懲罰棒に入れられる。この一件で刑務所長たちの対応に豪を煮やしたオリバーは辞職し、刑務所を去っていく。ネビルは囚人たちの頂点に君臨するデニス・スペンサーの独房を訪れる。デニスと会話を交わす中で、ネビルは エリックの命が危険にさらされていることを知る。ネビルはデニスを殺害し、エリックの元へ向かう。懲罰棒にいたエリックは、副刑務所長ヘインズと監視たちの襲撃を受ける。ヘインズたちは、エリックの首に縄をかけて、彼を天井から吊るす。そこへ、ネビルが駆けつけて、監視たちを撃退する。ネビルはヘインズに縄を切らせ、エリックを胸元に抱く。 やがて意識を取り戻したエリックは、ネビルの腕の中で泣き崩れる。ネビルが、デニス殺害の罪で移送されようとしているところに、ネビルを見送るため、エリックが現れる。後ろ手に手錠をかけられている二人は、抱擁する代わりに顔を寄せ合う。ネビルは、お前の父親であることを誇りに思うと告げると、監視たちに連れられて、その場を後にする。エリックは、 遠ざかっていくネビルの背中を無言で見つめるのであった。カッコ内は日本語吹き替え声優。2013年10月10日、ロンドン映画祭にて上映された。イギリスでは2014年3月21日に一般公開された。メトクリティックでは26件の批評家レビューで平均値は81点だった。ロッテントマトズでは 105件の批評価レビューで平均値は7.9点、支持率は99%だった。ハリウッドリポーター誌のトッド・マッカーシーは、今から数年後、本作はジャック・オコンネルという新たなスターの到来を告げた作品として記憶されているであろうと述べて、本作におけるオコンネルの演技を称賛した。ありがとうございます。